どうも、お酒を渡しなってかまさやんです。こんばんは。今日は2020年9月の15日、手作りのブラックニッカハイボール飲んでおります。本日三国シャドウリリース、おめでとうございます。はい、今日14時ごろリリースされたんですかね。第三国志勢の方もね、結構始められてて、仕事どうした、学校どうしたとツッコミを入れたいところなんですけども、すでに引退されている方も多数いらっしゃって、どうした三国志波動と思いながら、いや頭の中では、まあ、想定ないそうところではあるんですけども、はい、とりあえず私仕事が帰ってきてチュートリアルを終わりまして、ガチャやってます。ガチャね。で今回なんと10連何回でも引き直し可能ということで、最大 SSR 武将が2名までいただけるということで、はい、やっております。私は、まあ、好きなね、馬長か趙雲ね、馬長か趙雲が出たら終わろうと思って回してるんですけれども、はい、現在2000連終わってます。2000連ね。2000連です。10連を200回回したってことですかね。はい、お察し。お察しの通り。これ本当にお金使って課金して引いてたら、どんだけなんやと。それで目当ての SSR が出ないってどういうことやねん。広島人の関西弁が出たという。ということで、201回目行こう。これスキップできるか。はい。召喚腐るほど見た。超高。SSR の中でも、高月炎もやっちょうの見た。まあ、違うんだろうね。パーセンテージが。出てたんだっけ、出現バリアやったら。ちょっと確認してないですよ。こりゃひでえことになる。一点狙いで言ったら何百万とか入れなきゃならないとかいう話になるのか。ということで、その、ここでね、何百万入れると仮定して、その分だけいい武将をゲットしとかないともうダメだということでね、妥協なし、まあ妥協なしというか、まあ2体は欲しいんだけども、でもチョーンかバチョが出たらもういいやと思って、まあ強いかどうか知らんよ、まあ、強いかどうか知らんけど、こんだけ出なければ強いに決まってる。ちなみに挑戦もなんか出ないって言ったけど、挑戦ね、まあ1回出た、1回、あもう何回やったか数えてねえ、数えようと思った、もういいや、もういいよ、今10回くらいやった。あー、こいつらもよく出るな。あ、なんかだんだんなんか遅くなってきたよ。もういい加減決めろってこと。ローディングが遅くなってきた。いい加減に決めてくださいってことですか、これは運営様。いや、マジでこれ。観念集大。データ取っとけばよかったな。何千連してどれくらい出るって。これ、リセマラしかできない。バーン。でもそのさ、ほんと、過去の栄光にすがるじゃないけれども、このアプリゲーにして成功した試し、ありますか、ゲームで。本当に。いろんな、まあ、ファイナルファンタジーとかさ、ドラゴンクエストもね、ああいう有名ゲームにしかりさ、はい、ないよね、多分。もうガチャゲー、集金ゲー、札束ゲーみたいなことばっかり、その、昔のその栄光があるから、それを、僕らもそうだけど、すごい、例えば、ファイナルファンタジーだとさ、まあ、クラウド欲しいみたいな、セフィロス欲しいみたいな、
そこのさ、なんか弱みにつけ込んでやってるみたいな。で、ゲーム性はどうなのか言ったら、どうしようもねえみたいな。多くないっすか？ほんと、ひどい。もちろん、その、儲かるんかもしれんしね。儲かるんかもしれないからね。わかるんだけど。わかるんだけれどもだよ。もう何回やってるの？10分経ったら、またもう一回さ、録画し直しだよ、これ。あー、バーチョー！バーチョー出た！うん。まあ、時間もちょうどいいし、もういいわ！もういい。もうバーチョーでいい。正直。どれくらいかな？ 2300か400連かな。うん。まあ、SSR2 体の方がいいんだろうけど、まあ、そんなん関係ねえと思う。もう、もはや。ここまで来たら。もう関係ねえ。確定。確定する。ふざけ倒しやがってよ。ほんとによ。ふざけてるよ。ほんとにマジでこれ。スキップしていく。ログインですよ。ということで始まったのかな。ということで、何からすりゃいいか言うたら、多分ね、このミッションからやればいいかな。続編。待って。さっきせっかくバーチョーを手に入れた。バーチョー。あ、ちょっとこれ来た。提供割あるや、提供割。え、13.5%？ そんなわけないっしょ。どういうこと？え、13.5 なんだ、これ。え、これ特別なやつやね、これって。もしかして。マジで13.5なんかな。おー、出た！どうしたどうしちゃったの？無料一発 SSR 引いていく。強いかわからんけど、その、嬉しい。さっき馬長一体だけ押したので、ちょっと今の嬉しかった。ちょっと嬉しい、今の。はい。ありがとう。ありがとうございます。何か、待って、何かもらえるか。事前登録何もらうんだっけ。受け取っていく。15万人登録してんだからすぐサーバー埋まるだろう、それ。待てよ。何をしたらいいんだ、マジで分かんねえ、何をしたらいいのか、これ。続行一体討伐ってさ、待って。イベントじゃねえ。今日か。あ、そうか。長領はもともともらえるんだ。長領、バーチョー。いいね。長領、バーチョー、いい。ちょっといいよ。どこで、軍団って。あ、軍団はあれか。同盟みたいなやつか。同盟みたいなやつね。あ、編成だ、これだ、編成。え、副賞入れない。バーチョー行こう、バーチョー。めっちゃ減ってるよ。そうか、さ、強化したからね。これ、バーチョー強化できねえかな。バーチョー行こう、バーチョー強化な。あ、あるじゃん。しっかりと5個全部使っていく。よし。これでいこう。バーチョーでしっかりと、なんか、この 1？ こいつ ?1 やろ？こいつ？大丈夫か？出陣する！
ということで、出演しやがったんですけども、はい。まあ、闇しかないけど、この闇をお届けする、あえて闇をお届けしながらゲームをやっていくスタイルも、まあ、悪くはない。1円もまだ使う気はならないけれども、悪くはないということで、今後ね、まあ、第2回、動画、出すかどうかまだわかりませんけれども、はい。まあね、初めていらっしゃる方も多いと思いますし、いや、面白い、これ面白いという方もね、いらっしゃるかもしれません。よろしくお願いします。ということで、お酒は出しておりません。ありがとうございました。